はい、皆さんおはようございます。イケメン優しいサイコアボットのサンシャイン真浦です。現在私はね、こちら茅ヶ崎駅の方に来ております。今回もね、また関東鉄道祭りの企画ではないんですけれども、2022年3月の大改正でね、引退する車両をご紹介したいと思います。その車両はですね、まあこの色でわかるかな、水色っぽい色ですね。まあ相模線のね、205系です。205系ってもう5年ぐらい前だったら、もうあの関東でね、たくさん見ることできたんですけれども、もう今となってはね、この関東で見る205系というのはね、めっちゃレア車両となっています。関西に行ったらね、奈良線でまだバリバリ現役でね、走ってるんですけれども、今回はね、関東の205系、相模線の205系に乗りたいと思います。ちなみにね、運用情報っていうね、なんかサイトがあるんですけれども、そのサイト見たら、今のところちょっと205系の運用ちょっとタイミングが合わないので、まあちょっとしばらくね、ここで待って、205系来たらね、すぐ乗って橋本駅か八王子駅まで乗車したいと思います。それではしばらくこの寒いですけれども、茅ヶ崎駅で待ちたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、今先発のね、八王子行き発車します。去年のダイヤ改正からね、こちらの E131系と呼ばれるね、車両が相模線で導入されているんですけれども、今度のダイヤ改正でね、すべてこちらのね、新型車両の方に統一されます。まあすごいね、側面はね、 E233系にそっくりでね、前面はね、 E129系とかをね、足したような車両となっています。はい、ね、向かい側のホームにはね、去年のダイヤ改正から運転を始めた特急湘南品川行きがね、入線してまいりました。こちらのね、品川行きは次のダイヤ改正でね、東京行きのに延伸されるそうです。まあね、茅ヶ崎駅ってね、あっちのホームがね、特急用のホームとなっておりまして、すごい特急用のホーム作ってるんだなと個人的には思います。茅ヶ崎駅ではね、10名ほどのお客様が乗車されました。あとね、ちょっとね、取り逃したんですけれども、茅ヶ崎駅の上野東京ラインとかのホームはですね、発車メロディーが面白くて、サザンオールスターズの希望の轍だったかな、その曲がね、採用されております。まあなぜサザンオールスターズの曲が使われているかというと、この茅ヶ崎市はね、サザンオールスターズのボーカル桑田佳祐さんの出身地であることから、この曲がね、採用されております。なんかね、チャチャチャーン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 、チャンタンタンタン、タタタンタタン、タタタンタンタンみたいなね、メロディーが流れています。ちなみにね、この特急湘南はですね、去年までね、湘南ライナーという車両でね、185系とかでね、運転されていました。ちなみに私もね、去年乗りに行ったんですけれども、まあね、動画については概要欄からご覧ください。はい、まあだいたい6時40分ぐらいか待ってたんですけど、だいたいね、2時間してようやくね、205系がやってきました。はい、前面見ていただいたら分かる通り、やっぱね、奈良線走ってる205系とはね、やっぱ顔が違いますよね。側面はね、多分今まで通りの205系と似てるかなと思います。ではね、これ乗って橋本まで乗車したいと思います。はい、205系はこんな感じです。やっぱりね、あそこの JR マークがね、緑色になっているのが特徴ですね。 JR 西日本の205系は黒色になっています。これでラインカラーは水色っぽい色になっています。これでね、まあ、ちょっと座席はあんまちょっと人いるんで取れないんですけど、色がね、緑色になっていますね。それでね、ちゃんとドアボタンもついています。あと面白いのがね、これ号車番号のところが札になってるんですよ。だからもし増結したりとかしたらね、これ567とかに書き換えることができるかもしれません。それではね、実際乗ってみましょう。ドアボタンもついています。
こんな感じで閉まるみたいです。これで優先座席はこんな感じで柄が入って吊り革も区別されています。はい、電車はですね茅ヶ崎駅を出発しました。今ね乗ってる車両にはねモーターついてないんですけれども、まあねモーター車両に乗るとねやっぱ国鉄らしい雰囲気の音が味わえるかなと思います。またこの205系にはよく関東の JR で聞くことができるような英語と日本語の車内放送が搭載されていないため、関東ではね珍しいね肉声のね車内放送を聞くことができます。結構ね JR 西日本では肉声放送は当たり前です。それでね右奥にはですね茅ヶ崎の車庫がありまして、撮影時にはね205系が1本停車していました。ちょっとね前面雨水がねかかっていて見えにくいんですけれども、ちょっと押してください。またね相模線はね単線となっていて、途中でね車両の交換が行われます。はい、電車は現在北茅ヶ崎駅に停車中です。この駅で向かい側から来る茅ヶ崎行きの普通列車の待機を行います。向かい側から来た車両はね E131系の新型車両ですね。乗って思ったのがね、結構この相模線列車本数が多いなぁと個人的には思いました。はい、電車はね茅ヶ崎駅を出て4つ目の駅寒川駅に到着しました。またねこの駅でも電車の待機を行います。まあねこの相模線でね列車待機を行う駅の特徴っていうのは、このように当たり前ですけど2線のホームになってて表情化駅舎となっているのが特徴かなと個人的には思います。次はねどんな車両がやってくるのか楽しみですね。はい、やってきたのはね新型の E131系でしたね。現在相模線はねご覧のように車掌さんがね乗務されているんですけれども、次のダイヤ改正で新型車両に統一されることから全てワンマン運転を行うそうです。ちょっとね解説はできないんですけれども、車内にはねワンマン対応の設備が多数搭載されています。はい、電車はねご覧のようにねすんごいねなんかごちゃごちゃしてそうな感じの場所をね走行しております。こちらにはね一番下側に見えるのが東海道新幹線、上に見えるのが首都中央連絡自動車道ということで、すごいなんか高架鉄道みたいな感じでね挟まれているのがねすごい面白い光景ですよね。それで新幹線の高架をくぐった先に見えるのが倉見駅です。ちょっとね画面ぶれたんですけど許してください。こちらもね1面2線のホームとなっていて、まあご覧のようにね表情回帰車であることから、こちらでもね列車の待機が行われます。なんかね今回乗った車両はね列車待機する方が多いんですよ。すぐ発車させてくれよと思うんですけど、なんか待機するのがね多い感じの列車でしたね。はい、向かい側から列車がやってきたわけなんですけど、おーおーなんと絶滅危惧種のね205系が入線してきたではありませんか。なんとねこの倉見駅ではですね205系同士のね並びを見ることができます。いやーねこのような光景見ることができるっていうのはね現在ではねなかなかレアな光景となっております。もう新型車両の並びが多い中でねこの205系の光景をね見ることができました。はい、電車はね、車系駅に到着しまして、社会の社に家と書いて、車系と呼びます。社家ではありません。この駅もね、1面2線、そしてね、表情化駅舎となっていることから、この駅でもね、列車の待避が行われます。奥に見えるのは、東名自動車道と海老名ジャンクションということで、ね、すごい大きいジャンクションですよね。高槻にもね、似たような感じの大きなジャンクションがね、つい3年ぐらい前にできました。はい、ね、車系駅でね、やってきたのはご覧のように新型のね、E131系電車となっています。やっぱね、個人的に思うのが、ちょっと前面がね、なんか貫通扉がついてるので、将来的には8両編成とかの長い編成で運転するのかなと個人的には思いますが、まあ、ホームの長さ的にはね、ちょっと足りないので、多分、増結はね、見られないかなと考えます。はい、左側にはね、ちょっと面白い建物があったので、ちょっと撮影してみました。こちらがね、ロジクロス海老名って呼ばれまして、まあ、三菱地所がやっている大型な倉庫みたいです。なんか物流の拠点となっています。まあね、インターチェンジが近いので、ここにね、物流拠点があるのもいいかな、個人的には思います。はい、電車は厚木駅に到着しました。こちらの駅では小田急線と乗り換えすることができます。なんとね、この厚木駅、面白いのがですね、ホームがね、2面あるんですけれども、線路が1本しかないという面白いホームになっています。基本的にはね、画面左側のホームが使われるんですけれども、右側のホームはね、ちょっと雑草が生えてるので、ね、現在はあまり使用されていないものかなと個人的には思いました。
はい、電車はね、厚木駅を出発したわけなんですけれども、まあね、ちょっとこっからがね、なんかすごい撮影していて面白いなと思ったので、ちょっと共有させてください。なんとね、ご覧のようにね、線路がね、いっぱいあるんですよ。いや、相模線って列車本数、まあ多い方だとは思うんですけれども、なんでこんなに線路があるのかなと思いました。まあね、このホーム、列車のね、止める留置線に使われてるのかなって最初思ったんですけれども、なんかね、相鉄線にね、つながる線路があるらしいです。まあね、総合車両製作所などで製造した列車を、ここの線路を使って海老名方面へ引き込む線路が噂ではあるらしいです。本当かな？はい、電車はね、海老名駅に到着しました。海老名はね、関東のベッドタウンの一つとしても知られています。この駅では、小田急線、相鉄線と乗り換えすることができます。またですね、海老名発着の列車も1日数本程度設定されているそうです。海老名駅ではね、向かい側の列車の方がね、ホームに入線するのがね、すごい早かったですね。はい、電車はね、海老名駅を出発しました。右側に見えるのが相鉄にね、繋がっている線路らしくてね、Google マップ見ても繋がってました。はい、電車はね、総武台下駅に到着しました。右側ね、見ていただくとね、E131系のね、茅ヶ崎行きがね、入線しています。なんかね、海老名駅出るとね、結構茅ヶ崎行きの電車がね、先に入線しているなぁと個人的には思います。周辺もね、田んぼがあってね、結構のどかですね。神奈川県とは思えない。ちょっとね、木に隠れて邪魔なんですけどね、この高台から見える田んぼと川のね、光景が非常に綺麗だったんでね、ちょっと動画に収めたかったんですけど、無理でした。はい、電車はですね、原大間駅に到着しました。普通にね、読むと、原大間かなと思うんですけれども、まあ、原大間と読むそうです。まあね、難読駅名の一つですね。この駅もね、1面2線のホームで、京城下駅であることから、この駅でもね、列車の待避を行います。この原大間駅ではね、橋本行きの電車が先に到着しました。はい、電車はね、万代駅に到着しました。この駅でも1面2線のホームでね、京城下駅になってるんですけれども、先ほどのね、原大間駅と同じく列車のね、接続は行いませんでした。結構ね、利用者いますよね。はい、電車はね、上水尾駅に到着しました。なんかね、この駅だけね、高架化されていてね、なんかちょっとね、新しめの駅だなっていう印象を受けたので、ちょっと撮影してみました。結構ね、この駅もね、利用者が多くて、周辺にも住宅はいっぱいあります。はい、電車はね、南橋本駅に到着しました。この駅もね、1面2線のホームで、京城下駅となっています。まあね、この辺り、取材時はね、すごい雪が降っていました。まあ、積もるほどではないんですけれども、まあ、雪景色が見れてね、結構いいですよね。はい、電車はね、終点の橋本駅に到着しました。左側にはね、E131系が2本停車していました。この205系のね、到着に合わせてね、逃げていくようにね、出発していったのが、横浜線のね、E233系6000番台です。この駅ではですね、横浜線の他にも京王線と乗り換えすることができます。また、横浜線のホームにはね、ホームドアがついてるんですね。まあ、最後にね、これ、横浜線のホームから撮ってるんですけれども、すごいね、やっぱ面白い顔してますよね。ちなみにね、撮影日めっちゃ雪降ってます。関東大雪の日ですね。めっちゃくちゃ寒い。なんでカメラ震えてますが、ちょっと許してください。はい、ね、相模線の205系の実況動画はいかがだったでしょうか。まあね、JR 西日本の205系と違ってね、ちょっとだけね、原型を残しているというところがね、面白かったですね。またね、前面の顔もね、他の205系とはね、異なってね、個性的な顔をしているのも非常に面白かったです。ちなみにこの205系は今度2022年のダイヤ改正で、まあ、全てのまあ、相模線とか宇都宮線からは引退とはなるんですけれども、まあ、JR 東日本管内だった仙台エリアの方でも乗れますので、ぜひね、皆さん乗ってみてください。またね、この相模線の205系乗りたい方はね、もう激レア車となっておりますので、早めにね、ご乗車されることをお勧めします。当チャンネルでもね、ダイヤ改正前に多分この動画はね、出してると思うので、皆さんもぜひ最後に乗り納めしてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったという方からですね、高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン今村の公式 SNS 等のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。